マスマインリサーチ今回のテーマはバラの花びら問題です円に外接する正三角形を描きそれに外接する円を描きますさらにその円に外接する正方形を描きそれに外接する円を描きますこのように正多角形の 角の数を一つずつ増やしては円を描いていくという操作を繰り返すとバラのような模様が見えてきますそんなバラの半ーについて考えてみましょう平面上に円や正多角形を作図するお話ですまず最初に半径1の円 C1 があるとしますこの円に次のような操作を施すことを考えます ncn に外接する正 n 角形 kn プラス1を描き、kn プラス1に外接する円 c n プラス1を描く。n イコール345に対して操作 a を4回繰り返したとき、つまり k5 と c5 まで描くとどうなるでしょうか。同時に描画してみましょう。 この操作 A で円はどんどん大きくなるのは明らかですではその円の半径を計算してみましょう円 Cn の半径を Rn としますただし R=1 とします下の図において三角形 Oab は直角三角形なので次の関係式が成り立ちますよって Rn プラス1の値は 次のようになるので Rn は無限に発散することになります。この結果は至極当然の結果で特に面白いとか興味深いということはないと思います。そこで操作 A を次のように修正します。ncn に外接する正 n+2 プラス角形 kn+1 プラスを描き kn+1 プラスに外接する ncn+1 プラスを描く。 実際にどういった図形が姿を表すのでしょうか動画をご覧くださいこの操作 B を6回繰り返したときに描く図形がこうなりますこの支援の半径を RN とすると明らかに RN が増加するのがわかります さらに操作を続けていきましょう。N イコール十九とした図を見ると増える割合が減ってきて、どこかで止まってしまいそうにも見えます。実際はどうなのでしょうか。 それが今回のテーマとなります。この図はバラのようにも見えるのでバラの花びらと呼ぶことにしましょうもう一度この操作を具体的に順を追って書き表してみましょう円 C1 に外接する正三角形 K2 を描き K2 に外接する円 C2 を描く円 C2 に外接する正方形 K3 を描き K3 に外接する円 C3 を描く 円 C3 に外接する正五角形 K4 を描き K4 に外接する円 C4 を描く円 C4 に外接する正六角形 K5 を描き K5 に外接する円 C5 を描くつまり正多角形の角の数を一ずつ増やしては円を描いていくという操作を B としていますではこの操作 B における円の半径を求めていきましょう のの半径をで表すと次のようになりま,すまた正 n プラス二角形に外接する nCn プラス1の半径は次のようになりますよって次の関係式が成り立ちます実は今求めた半径は収束します では、rn が発散しないことを証明していきましょう。下の図のグラフの大小関係を考えることで、マイナスルートに小なり、x 小なりルート2ならば0。小なり1。マイナス2分の x の2乗小なり cos x 小なり1となります。よって括弧の対数を取ると次のようになります。 さらに括弧の絶対値を取ると次の不等式が成り立つことがわかります。また下の図のグラフの大小関係を考えることで次の関係式が成り立ちます。ゼロ小なり二分の x の二乗小なり x 小なり四分の三なので上の関係式より x の代わりに2分の x の2乗を代入し次の不等式が成り立ちます。1により0小なり x 小なり4分の3ならば次の不等式が成り立ちます。また k 代なりイコール =3 の時 k 分の π 小なりイコール =3 分の π なので 平方を取ると次の不等式が成り立ちます。よってゼロ小なり二分の一括弧経分の π の二乗小なり四分の三となります。Rn の分母を In とすると丸三丸四とオイラーの公式より絶対値ログ In を式変形していくと。 6分の π の4乗より小さくなることが示されます。ここで0小なり i n 小なり1なので、ログ i n 大なりマイナス6分の π の4乗となるので、e のマイナス6分の π の4乗上小なり i n となり。 数列 IN は下に誘拐であることが示されま,したまた上に誘拐は明らかなので RN は収束することが示されますではもう一度円の値を大きくしてバラの花びらを見ていきましょう。 どうですか春範囲の中に収まる様子が見て取れたでしょうかこのことよりバラの花びらは無限に大きくなっていくわけではないことが分かりましたではさらにこの内容を発展させることを考えてみましょう。1. 発散しない証明はできましたが RN の収束する値は何でしょうか 過去に次の操作 C に対して円の半径は発散するのか収束するのかを考えてみましょう操作 B のように正多角形の画数を増やしていく操作は同じとします正三角形を描くのは1回ではなく3回正四角形の場合は4回描くこれのように正多角形の画数を増やすたびに描く回数も増やすこれ以外にも様々な発展させる方法を考えてみましょう この講座で扱った内容は次の書籍に載っています Amazon で購入することができるのでぜひご購入よろしくお願いします次回のテーマは素数が無限個あることの証明です素数は無限個存在するというユークリッドの証明は簡素で力強いものですそれから2000年以上経った現代にその証明法を超えたのではないかという新しい証明方法が2003年に見つかりました これまでのいくつかの証明法を紹介し新たな証明法の発想のヒントにしていきましょう。それでは次回またお会いしましょう。